皆さんこんにちは。1次ラウンド準々決勝を見事全勝して準決勝へ進出した侍ジャパン。準決勝では本大会のダークホースと言われるメキシコ代表との戦いになります。メキシコ戦の先発投手は佐々木朗希選手と栗山監督から公言され、一体どんな投球を見せてくれるのか注目が集まっています。前回のチェコ戦では緊張からか若干ボールが荒れながらも4回途中1失点自責点0と実力を見せた佐々木選手。そんな佐々木選手にあの大谷翔平選手がとある一言をかけていたそうです。一体どんな言葉をかけたのでしょうか。今回は佐々木選手が大谷選手からかけられた一言や佐々木選手の活躍などご紹介していきます。高校時代球速163キロを記録し令和の怪物と称された佐々木選手。2019年にドラフト1位で入団した佐々木選手は本大会の日本代表で投手コーチを務める吉井正人コーチから大切に育てられ、プロ4年目となるシーズンで WBC に選出されるなど成長を重ねています。昨年は自身初めて開幕ローテーションに入り自己最速を更新する164キロを計測。4月10日のオリックスバファローズ戦では初回西からプロ野球新記録かつ世界記録となる13者連続奪三振。元オリックスの野田浩二さんが持つプロ野球記録に並ぶ毎回の1試合19奪三振。そして28年ぶりとなる史上16人目となる完全試合を達成するなど素晴らしい活躍を見せます。この完全試合達成は史上最年少記録で、この試合で記録された13者連続奪三振およびバッテリーを組んだ松川選手との合計年齢はプロ野球におけるピッチャーの連続奪三振最多数。プロ野球における完全試合を達成したピッチャーとキャッチャーの最年少、合計年齢、記録数値38歳330日としてギネス世界記録に認定されます。その後は疲労を考慮した起用法となり規定投球回数には到達せず、主要タイトルも獲得しなかったものの20先発で9勝4敗防御率が 2.02 奪三振数は山本由伸選手に次ぐ2位という好成績でシーズンを終えました。そしてオフには本大会の日本代表に選出。自身も被災者である東日本大震災が発生した3月11日の1次ラウンド対チェコ戦で先発のマウンドを託されます。このことについて日本代表監督の栗山監督は、そういう日に先発するというのは野球の神様が朗希に頑張れってメッセージを送っているんだと僕は思っていると試合直前の記者会見でコメント。先発マウンドを任された佐々木選手は3回に3を66球打者17人に対し奪三振8失点1の好投を見せ、球数制限により降板となる4回にはウィリー・エスカラ選手に投じた162キロの直球を膝に受けうずくまるシーンが起きたものの、エスカラ選手は無事をアピール。このシーンに日本ファンからも大きな拍手がエスカラ選手に送られました。また日本が1次ラウンドの日程を全て終えた13日の早朝、佐々木選手がチェコ代表が宿泊するホテルを訪れ、自腹で購入した2袋満杯のお菓子を謝罪としてエスカラに手渡したことが話題を呼びました。そんな佐々木選手ですが、日本から舞台を移し米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われる WBC 準決勝のメキシコ戦に先発することが分かりました。19日の練習後、栗山英樹監督が明日の先発は佐々木朗希投手ですと明言、世界中の野球ファンに楽しんでもらいたいと期待しました。18日の練習では大谷翔平選手らが見守る中、ブルペンで32球を投げ込み、しっかり抑えたいと思います、もちろん不安とかもあると本音も漏らしていました。19日には初めて試合会場で練習、外野でキャッチボールなどをして調整を重ねます。栗山監督は会見で佐々木選手について、経験数試合数は少ないかもしれないけども、今年来年というのは彼にとって大ブレイクする年、そのスタートとしてはこの舞台は成功かなと思っていますと起用の理由を説明。こういうピッチングをしてほしいというのではなくて、彼の持っているものをそのまま出してもらって世界中の野球ファンに楽しんでもらいたいとコメントしました。対するメキシコ代表はエンゼルスで大谷選手とチームメイトである左腕
パトリック・サンドバルの先発が予定されています。世界一に輝いた2009年の第2回大会以来、3大会ぶりの決勝進出へ、令和の怪物の投球に期待がかかります。栗山監督の会見を受けて、メキシコ戦の先発の意気込みを問われた佐々木選手は、ここまでチームが一生懸命戦ってきて米国まで来られたので、その勢いだったりそういうのを背負いながら、明日はいい形で投げられればと思いますとコメント。この先発登板について、ネット上では、佐々木投手遠慮せず投げて日本を勝利に導いて、ファイト、完全投球でスタジアムの空気を変えてくれと応援のコメントが、多くの期待を背負ってマウンドに上がる予定です。さて、2試合目の登板となる佐々木選手ですが、実は1試合目のチェコ戦後に大谷選手からとある言葉をかけられていました。それは大谷選手のインスタグラムでのこと。チェコ戦終了後に大谷選手はインスタグラムを更新し、先発した佐々木選手との2ショットを公開し、そして、まあまあやるやんと愛あるコメントを記していたのです。実はこの2人、同じ東北、岩手の出身で、高校時代に160キロを投げたという共通点があったりします。インスタグラムでは、上記のコメントにロッカールームで撮影した佐々木とのツーショット写真を投稿。身長190センチ超えの剛腕2人が並ぶ夢の1枚で、ファンからは、かっこいい、愛あふれるコメントですね、岩手っ子、頼もしい後輩ですね、大谷くんらしい褒め言葉などとコメントが集まっていました。大谷選手は1次ラウンド準々決勝までの全5試合で安打を放ち、投手としても2試合に登板して共に勝利投手になるなど、今大会の勝利に非常に貢献しています。準決勝以降は打者に専念する見込みですが、18日の練習では、エンゼルスでのシーズンに備えてキャッチボールなどを行ってから、 T 打撃などを行って汗を流していました。打撃練習の合間には、ブルペンの投手護法で山本選手、佐々木選手の投球練習を見つめ、両手を上げて喜ぶシーンもあるなど、リラックスモード。チームの空気は悪くなさそうです。相手のメキシコは本大会ダークホースと言われており、得体の知れない相手です。本大会優勝候補のアメリカを下したことからも、実力が高いのは明白でしょう。果たしてどんな試合となるのか、ぜひとも難敵を突破し決勝進出を果たしてもらいたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。